選手をご紹介します。まずはタイ代表キチェヤ・バーニチョバ選手。トニー・リーさん。セクシーさんでした。トニーにフォーニュージーラン。続いて韓国の代表テク・インソさん。ベイユンソン、ベイユンソン、ベイユンソン、ベイユンソン。続いてインドネシア代表アディティア・ソラ・チャンプさん。セクシーさんでした。アディティア・ソラ・チャンプラフォーインドネシア。以上6名になります。いやもうこれ全然嬉しい。それでは選手の皆様はゲーム機の方に移動どうぞご覧ください。はい、さあこちらのでマイクの方は適当的にお願いします。はい、お預かりします。パネがたいです。はい、最後のレースになりましたね。そうですね、やはりここまで来ると車種がとても気になりますよね、海外の選手。そうですね、はい、最近そしてランサーグルーションが非常に多かったのですが、取り入れてなかったのはランサーグルーション。そしてエフリーさあ、ルーフ珍しいですね。はい、ポルシェ、ポルシェ、ポルシェ、あー、ポルシェ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 、いいですよ。カジンシー。さあ、コースのシーはどうぞ。あ、イルミさんがだ。コギンサビラジ。コギンサビラジ。コギンサビラジ。どうですね、自分は普段プレイしていて、やはり白骨ランプになると色はあってない。イルミショイボヤ。コギンサビラジ。コギンサビラジ。今、選手たちも、そうですね。もしかしたら持ってるかもしれない。ポギンソプシー、ポギンソプシーなんよ。イラメポギンソプシーです。はい、それでは、はい、ファーストバトル第4レース、今スタートです。1、スタート。おいおい、ちょうちょうちょう。さあ、開幕。さあ、ボムシェ、ごめんなさい、ルーフが行きました。さあ、準備を入れ替えて、さあ、3人、さあ、目まぐるしく展開変わりますね。入れ替わりが激しいですね。さあ、早速、勝負のところの目まぐるしが来ますよ。そうですね、はい、さあ、行きましょう。めどましい、お願いします。あ、行こうぞ、あ、行こうぞ、行こうぞ、行こうぞ。インチャゲスト、はい、2番手は2号車、エリサイス、スポッチはエルパシェルス、ありがとうございます。そして4名は、スカイライン、ケンキアのラス3人。でも、カイハギレイ、ちょっと、ちょっと、ちょっと、おー、あー、オッツが、あまり前に挟まれましたが、後続と接触、奪い、リカバリー。プレイヤーの顔を見ながらいかがですか？そうですね、まあ、皆さん集中されてプレイされているという感じがありますね。はい、さあ、池田さん、はい、ここはどうですかね？そうですね、この後はコントロールを受けるためが、そこまで何かあるというわけなんですが、受けた後、さらに進んでいくと、もともと勝負できる場所があるので、そこで選手たち仕掛けていくかなと期待しますね。はい、おー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 よく CTR の韓国の選手、それだけ長きだったと思うんですよね。そうですよね。そこが後でどう影響するのかが気になります。おー、あー、あー、赤を挟んで一の橋接触ありましたが、初めて俺らが再び車列が戻って岩通りへと突入していく。トップはエフリーですね。そうですね、そのトップのエフリーの2号車の選手、はい、馬力は680馬力を選択してますね。なるほど。さあ、
さあ、ここでトップを守りきれるか。さあ、打線が広くなる。4個目。さあ、前に出るか。サイドバイサイド。勝負力が近づいてまいりましたね。はい、ボロ。さあ、しかし最後このベドバスがおっと順位が良くなっていく。はるはるはる、オッケー。さあ、そのおっしゃっていた8番さあ、ラダマルのバリチ、そして残り距離、ダンサーブルーズの第2の1号車の先頭。さあ、後続もついてきています。はい、サライト、そして FD、 GTR も続きます。ああ、